どうも、トズルです。はい、今日はですね、クラちゃんフィーアからお送りしています。今回ですね、クラクラチャンネルフィーアでは、ちょっとしたイベントを行っていまして、どういったイベントかと申しますと、タウンホール10、タウンホール11ですね、それぞれ、別々に分かれて、紅白戦をしています。で、どういった目的の紅白戦かと申しますと、全開対策陣を全開しようっていうイベントなんですね。で、今回の、対戦ではですね、星の数で争うのではなくて全開の数だけで勝敗を決めようというコンセプトのもと対戦を行っております。で、今私がいるのはタウンホール10の会場なんですが、タウンホール11もね、別のクランに分かれて2つに分かれて紅白戦をしております。で、タウンホール10におきましては今全開の数がですね、向こうが5つ、そしてこっちが3つとね、ちょっと負けています、クラちゃん。向こうはね、結構群馬の方だったり他のクランの方が来ているみたいなんですが、クラちゃん VS、他のクランの方々と、一緒にですね、こういったイベントをしております。結構タウンホール11が解禁されてから、タウンホール10ってそのタウンホール11への星2つ付けっていうのがすごいメインな仕事になっちゃって、全開狙いっていうのをまずする機会が少なくなっちゃったんですよね。なんでこういったイベントをすることによって、タウンホール10もタウンホール11もですね、それぞれ同格の全開対策陣に全開練習ができるということで、まあ、今後もね、定期的にやっていきたいなと思っているイベントの一つなんですが、その中でもね、いやもう今日ご紹介するプレイヤーはもうずば抜けてうまい方です。レンさん、正直私ね、初めて、知りました。今回のイベントで初めて知った方なんですが、もうズバ抜けてうまいので、ぜひ見ていきたいと思います。特にね、私、恨みを持っているのは、私の陣もね、全開されました、レンさんに。たった今ね、私の陣も全開されてしまったので、こちらですね、それも含めて見ていきたいんですが、まず初めにですね、もう一個の方のリプレイから見ていきます。でその理由も別に私の全開されたリプレイを見せたくないからとかそういった理由じゃなくて、こっちの攻めがね、非常に斬新で面白かったと感じたからです。これね、非常にレンさんのうまさがね、際立っていると思います。見ていきましょう。ゴイーバですね、バルキリー12体組み込んだ編成ってタウンホール10で見たこと私ないですね、本当正直。これで全開取っているのは初めて見ました。で、クイヒーをね、クイヒーのルート予想っていうのが非常にうまくて、クイヒーが最終的にどこをこう通っていくのかっていうのまで、計算され尽くされているので、そちらをね、中心に見ていきたいなと思います。まずクエイクでここ開けましたね。インフェルノ、分かりますかね、12時方向からもう3時方向の部屋までね、開けちゃうんですよね。で、ここで、ゴレ2体出して、クイヒーっていうとなんかイメージとしてはアーチャークイーンとヒーラーを初めに出して回していって、ある程度してからゴレ部隊出すみたいなイメージなんですが、今回もうゴレウィズの方が早かったですね。ゴレウィズをまず出して、ゴレウィズでサイドカットしながらクイヒーを外周を回していくと。で、ここで一気に12体のバルキリー投入いたしました。1体は裏バル用に残しますね。裏でバルキリーターゲット取りをするために残しております。で、ここでシングルマルチインフェルノ、シングルマルチインフェルノ意味わかんないな。シングルインフェルノのターゲットをバルキリーたちが取りながら奥まで進んでいきます。で、正直バルキリーの役割ってここまでで終わりなんですよね。ここでもうバルキリーほとんどいなくなってます。で、正直このバルキリーの12体は役に立ったのかって言われるとかなり立ってます。なんでかっていうと、このクイヒーが最後まで生き残っていくんですよね。クイヒーがここの壁を事前に開けておくことにおいて、中にね、中の太鼓をまず攻撃して、さらにアーチャークイーンが分かりますかね、ここから中心に入ってくる。で、ここで中心に入ってきたときに、さっきバルキリーたちでしっかりサイドカットというか中心部の施設をカットしているので、あんまりなんていうか集中砲火を受けないんですよね。で、ここね、中心部に入ってきたときに集中砲火を受けちゃうとさすがのクイヒーもやられちゃう。今回の場合は特に、ヒーラー4体編成なので結構ね、3つの施設から攻撃を受けると一瞬でやられてしまいます。そこら辺も考慮した上で、バルキリーでね、大体もうタウンホールの後ろの施設まで削れていれば、あとはクイヒーでっていう算段だったんだと思います。これは本当にうまいですね。まあ、うまいし、編成としてやっぱこうバルキリー、他の人が使っていないバルキリーを使ってこうやって全開を奪っていけるっていう、そのプラン立て、しっかりね、クイヒーもこのリプレイだけ見るただけでもこのレンさんっていう人がすごいクイヒーがうまいっていうのも分かりますし、でバルキリーの使い方もやっぱり理にかなっているので、やっぱりそれぞれのユニットがこう生きているなというのを感じました。
じゃあもう一つ、見たくないんですが、見たくないんですが、私が全開されたリプ見ていきましょうかね。いやーこれやられましたね。私が全開されたのは、ね、クイヒーラババルですね。で先ほどと違って、ヒーラー5体編成でアーチャークイーン回していきます。アーチャー1体でねこのサイドカットとかしてますよね。これアーチャー間に合うんですかね。このアーチャーをでサイドカットする意味があるんでしょうか。ちょっと私もさっき2回ほど、リプレイ見ただけなのでちょっとさらにね詳しく見ていきたいんですが、アーチャークイーンがちょっと中に行っている間にこのアーチャーがポンプをエリクサポンプを壊してくれるという算段ですかね。でここの対空砲攻撃が届くんですね。この前ねこの一歩外側に置いていった時に届いたんで入れ替えたんですけど、入れ替えたというか一歩奥に入れたんですけど、ここでも届くんですね。ちょっと私ねジンの、ベース自体をね見直します。壁の作り方からね一からちょっと見直したいと思います。ちょっとねいやータウンホール自由に全開取られるとは思ってなかったですね。でバーバリアンキングで対空砲っていくんですけど、ちゃんと対空砲をね手前にストレージ置いてるんですけど、金庫置いてるんですけど、それもしっかりね壊して中に入られてしまいました。でここの6時の壁を開けることによってバーバリアンキングがこっちはね削っているので、アーチャークイーンが6時方向から中に入ってきてこちら側のアーチャークイーンを、処理できるという感じですね。いや先ほどの攻めとは打って変わって全く同じクイヒーなんですが、全く違う攻めでねやっぱうまいですね本当に。さあここで、アーチャークイーンクイヒーで、援軍を処理していくんですが、今回インフェルノタワーはどちらも空で処理していく感じですかね。今のところフリーズ2つと呪文ほとんど残っている状態で、これクイヒーで入っていくのかな。残り時間1分30秒、やっぱ空の方がね、最終的な時間っていうのは短縮できるので、ここでテスラ2本とこれアーチャークイーンとねテスラ固めておくことによって、まあ、集中砲火してねクイヒー対策をしていたつもりだったんですが、ここでジャンプかすごいな。で奥のインフェルノアーチャークイーンで処理していく感じですね。ここで、フリーズで逆サイドから、ラババルを投入していきます。いやー実際ねアーチャークイーンここで特殊能力発動します。こう空パートとアーチャークイーンの特殊能力のタイミングだったりがぴったりなんですよね。で空パートが中心に近づいてきたタイミングでフリーズをインフェルノに落として、アーチャークイーンもフリーズにやられないということでね、このフリーズが 2度おいしいみたいな感じですよね。で今回相手がねクイヒーラババルが得意な人が多いっていうことを知ってたんで、今回ねもう空をねなんていうのかな、スケルトントラップを思いっきり空にしたんですよ。それでも取られてしまうっていうね、ラバー1体残って余裕のアタックです。いやこれちょっと見たときへこみましたね。先ほど取られたってほやほやなんですけど、ちょっとへこみますねこれは。はい、ということで綺麗に全開を取られてしまいました。ということでね結構こういったイベントをやってみないと普段はね全開取られることはないので、こういったイベントをやることによって配置の見直しにもなると思うので、まあ、今後ね、こういった対策陣を全開取るイベント、全開チャレンジイベントっていうのは、定期的に続けていこうかなと思っております。ということで今日はスーパープレイヤーレンさんのアタックを見ていきました。まあ、こうやってね陸も空もうまいプレイヤーっていうのは本当に少ないですし、まあ、本当に全開対策陣に対して全開が取れるプレイヤーっていうのがそもそも少ないと思うので、私もねこういった上手いプレイヤーから1つでも2つでも、テクニックを、ね、盗んでいきたいなと思っております。ということで、今日はこんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。